鳥取西道路は、鳥取県鳥取市本港から同市青谷町青谷に、至る総延長 19.3km の高規格幹線道路である。高速道路ナンバリングによる路線番号は EQ が割り振られている。建設中の鳥取西道路鳥取市本港で、撮影山陰自動車道に並行する一般国道9号の自動車専用道路として整備されている。 都市計画道路鳥取青谷線の事業路線名である。国道9号の交通混雑の間は安全の確保を目的としたバイパス機能を有する。2005年度に愛機区間として鳥取インターチェンジ吉岡温泉インターチェンジ間7 0トルが事業化された。さらに2007年度に通気区間として 吉岡温泉インターチェンジ水保法儀インターチェンジ間5 9トルが2009年度にスリーキッ間として水保法儀インターチェンジ青屋インターチェンジ間6 4トルがそれぞれ事業化されている。浜村鹿の温泉インターチェンジ青屋インターチェンジ間4 7トルは当初2017年12月17日の開通を予定していたが開通日発表以降に のり面返上が発生し、同日の開通は延期となった。さらに、2017年12月には、鳥取西インターチェンジ吉岡温泉インターチェンジ、間でものり面に異常が発見されたため、この区間を含む鳥取西インターチェンジ浜村鹿の温泉、インターチェンジ間についても開通予定が延期され、 鳥取西インターチェンジ青屋インターチェンジ間 17.5km は2019年5月12日に一括して開通した。これにより鳥取西道路は全線開通した。ありがとうございます。